あばし市が来月から道内の自治体では初めて実証運行を始める移動型医療サービスの専用車両が今日関係者に公開されましたあばし市は来月1日から道内の自治体で初めてとなる移動型医療サービス・医療マースの実証運行を始めます医師不足や通院に不安を抱える患者に対応するためのもので 専用車両に看護師が乗って患者の自宅まで行き病院にいる医師がオンラインで診察します運行開始に先立ち実際に使われる車両が公開され水谷市長が患者役となりデモンストレーションも行われました四週間ぶりの診察となりますがお変わりはなかったでしょうか。あの血圧も落ち着いてますので体調に変わりありません 実証運行は来月1日から来年3月まで行われます。